皆さんピカチュウをご存知でしょうか。そうです、この黄色いネズミです。とても可愛らしい生き物ですが、実はライチュウ以外にも新しい進化先が発見されました。噂によるととても強そうということです。そしてなんとその最強のピカチュウのデータを入手したので、早速印刷してみましょう。はい、こちらがいつも私が使用している 3D プリンターなのですが、熱溶解積層方式というものになっております。なのでここで柔らかくしたプラスチックが順番に積み重なって形ができるというものになってます。なのでよく見るとこの段差になっているんですよね。なのでちょっとこれ汚いじゃないですか。なので今回はもっと綺麗に作りたいなということで、今回は JLCPCB さんの 3D プリントサービスを利用して光造形という方法で印刷していきます。より積層痕が目立たずに手触りも良い仕上がりになるので、そこにも注目して見てみてください。それでは行きましょう。 Let's Printing! できました。見てこれやば、後ろ姿だけでもめちゃめちゃムキムキだし、強そうなの伝わってくるわ。なんか昔流行った非公式ポケモンのアルタイルとかシリウスを思い出しました。知ってる人いるかなそれではお披露目いたしましょう。ミュージックスタート。はい、これ実は印刷したものに100均のアクリル絵の具で色付けしてました。実際作りたて、印刷したてはこんな感じになってます。はい真っ白でもね、なんとなく形はわかりますけどもね。でもこれやっぱり積層痕がなくて、まあ少なめでツルツルなんですよね。なので結構色も塗りやすかったです。やっぱりフィギュアには光造形ですね利用させていただいた JLCPCB さんのリンクは概要欄に載せているので、興味のある方はぜひ利用してみてください。じゃあねー、また見てください。